皆様こんにちはお元気ですか、はい、えっ、ー、とじゃあ本日のテーマは「日本私たち日本移住」ということでちょっとそれについて話していきたいと思いますえっ、ー、とですねまず大きな理由としてなんですがちょっと眉毛いていきます大きな理由としてはもう旦那さんのねあのリタイアもうこれですこれが一番の大きな理由えー、退職ですね で、あの、私たちラスベガスに来た理由は、もう、本当旦那さんの仕事の関係で来たわけなんです。で、特にね、だからあの、ラスベガスに住みたくて来たわけじゃない。<laughs> まあ、そう言ったらちょっと言い方変ですけど、あの、仕事の関係で来たわけなんですよ。来た当初は、ラスベガスって本当物価がね、安いっていうので、ワね、あの、ハワイから私たち来たんですが、もうハワイのね、半分ぐらいで、 家賃で大きな家が、部屋が借りれたというのが、これ10年前の話なんですね。で、ですが今はですね、ラスメガスもどんどん物価が上がっていきまして、もう私たちが、えー、来た頃の状況とは全くもう違う感じになっているんですね。家賃ももう倍ぐらい上がってしまいましたし。 その昔の魅力の理由は物価が安いという魅力だったのが、それがもうね、なくなってきているということなんですよ。なので、ここに本当に住んでる理由がもう全くないということに、全くないって言ったら <laughs>、まああれですが。楽しい10年間でした。ですが、 これからの先のことをもう考えていかないといけないということで、という感じでちょっと前置きが長くなっちゃいましたが、はい。それでですね、なので、じゃあどこに住もうということになって、えっ、ー、と、一応広報がフロリダ、カリフォルニア、ハワイと、ちょっと私たちの中で出たんですね。まあカリフォルニアは、あの、義理のお父さん、義理のお姉さんも住んでいますし、そういった意味でカリフォルニアっていうのが出まして、 ハワイは、私たち前にハワイにずっと住んでいたので、ハワイに戻るっていう手もあるんじゃないかというね、ことも考えたんですが、どっちみ、ど,どっちにしろ、どっちにしろというか、カリフォルニアもハワイももう物価がめちゃくちゃ高いじゃないですか。皆様も知ってるかと思いますが。なので、この物価のね、少しでもちょっと安いというラスベガスから物価の高いハワイ、カリフォルニアに引っ越すというのは、 かなりのね、難しいことですよね。も大変になるんじゃないかと、ま、ましてね。今、2ベッドルームに住んでますが、1ベッドルームに狭い部屋に引っ越して、しかも、家賃が今より高くなるっていうのを考えたらね、それは、そんな、そんなことは考えられないですよね。 でまあ、フロリダっていうのはまあ海に近いので、まあ、どうかなと思いましたが、まあ、家賃と物価がちょっと安いというのは聞きましたが、ね、えいやでもねなんかもう老後はねほんとゆっくり静かに暮らしたいっていうのが私も旦那さんもあるんで。 もうね、ほんと静かにのんびり安全に暮らしたいわけなんですよ。そうしましたらね、もう候補はね、あと一つしかなかったんです。もうこれはもう日本しかないんじゃないかということで、まあ前々から、あの、老後日本がいいなっていうのを話していたんですね。なのでもう、これは今、このタイミングなんじゃないかということで、やっぱり人生、タイミングって大事じゃないですか。このタイミングを逃したらいつ、いつなので、日本に移住しようということに、 な,なりました、ね、でもこのね決断が本当に正解なのかそうじゃないのかっていうのはちょっと本当分かんないんですがでもねやってみないと正解なんて分かんないじゃないですかなのでとりあえずその方向で話を今、えー、進めているわけなんですよまあもちろんめちゃくちゃ不安が不安不安がありますよもうね本当不安しかないんですが でも、ここでやらなかったら、じゃあ、いつやるのっていうか、何かしないと、何も変わらないじゃないですか。なんでね、アメリカ生活25年。えー、ねえ、私、本当これで日本に帰って大丈夫かっていう、ちょっとね、不安もありますが、まあね、日本で生まれてね、ね20後半まで育っているんで、生活していたんで大丈夫とは思うんですが、はい、旦那さんはね、旦那さんも大丈夫だと思います。旦那さんもね、いろんな、あの、 ところで生活していましたし、はい。日本に住ん、7年ぐらい住んでいましたし、まあでも25、ね、年前の話で、今の日本はどうなってるかっていうのはちょっとわからないんですが、いろんなこう、あの、気持ちのね、悩みももちろんたくさんあるんですが、その前にね、あの、日本に移住となったらもうやることがいっぱいありすぎてね、もう私の頭の中がほんとパンクしそうな <laughs> 感じなんですよ。んやっぱり、アメリカから日本に、 移住っていうのは多分相当大変なんだなっていうねあのわ、ー、からないけどこうややこしい書類面のなんかいろんなことがあるんですよねで少しずつ調べてみたんですよまず旦那さんのビザえー、日本人配偶者ビザなんですがねなんだっかな長いんですよこれ在留資格認定証明書在留資格 認定証明書っていうのがまず必要らしいんですよ。ビザを申請するに。で、そのビザは、あ、そのしんしんえー、認定書っていうのは日本でないと取れないらしいんですよね。私たちこっちに今いるじゃないですか。で、取れないとなったら日本にいる誰かにお願いするっていう感じらしいんですが、もうそれは無理なので、うちの両親もね、年ですし、兄弟もちょっとね、もう忙しがっててそれどころじゃないですし、 なのでそれれがなくてもでもで取れるという、ね、あの認定証がなくても他の書類を揃えればこっちのアメリカでビザ申請ができるらしいんですがここからは日本人配偶者ビザについて必要な,なんか手続き書類のことをちょっと長々話してしまったので早送りさせていただきます。 いやー、もうこういうのをね、調べるのもね、あの、ネットで見てもね、日本、あの、もちろん日本語なんですけど、漢字と日本語のこう、もう文章はバーってあるじゃないですか。もうそれ読んでるだけで、私頭がね、もうこ,こんがらがっちゃって、まあ読めたとしても意味がね、ちょっとえ、いまいち意味が通じないっていう時とかあるんですよね。日本人なのに、日本語なのに。難しい文章が書かれている時が。 ででもですね私25年前っていうか本当アメリカに来る前に一度ね旦那さんのビザを申請してるんですよ。あの日本で結婚した時にね旦那さんの日本あ日本人配偶者としてビザを申請したんですがその時ねそんなに難しいそんなに書類とかいっぱいなくてねすぐその日にもらえたような気がしたんですよねねややっっっっっぱぱり25年前はもとと簡単だったんです、ね、今の方がやっぱちょっとね。 めんどくさい。めんどくさいというか、いやまあ私たち二人こっちにいるから余計なんだと思いますが、ねその書類のね、あの、書類じゃないや、はい、ビザの申請ね、これも、はい、やっていかないといけないですね。旦那さんのその、はい、日本人配偶者ビザで取るんですが、おいくらかかると思いますかなんと0円なんですよ。すごくないですか ?0 円。グリーンカードをね、私最近、 あのあ更新したんですね10年のこう更新またやったんですがとその時にかかった費用は確か500ドルぐらいはかかりましたなのに日本のビザって0円ななんですよすごくないですすすよごくいかもうそれだけでもうびっくりなんですがそしてあとはですね私のグリーンカードの件なんですがグリーンカードをどうしようかということなんですが一応旦那さんがアメリカ人なのでグリーンカードは持ってた方がいいんじゃないかっていうね周りの,あのこうアドバイスもありましたんで 一応あのアメリカを出るとき、出る前にグリーンカードに、あ、だっけ、再入国申請というのを出しておくと、えー、アメリカ外に1年とか住んでも、またあのグリーンカードをキープできるというなんか申請らしいんですね。まあだからそれを出していこうとは思うんですが、それはなんか1年か、確か2年ぐらいは大丈夫らしいんですが、その後はちょっとどう、どうなるのか私も、 調べてないんですよ。わかんないんですよ。またそれで申請したらまたそのままキープできるのか、それとももう本当にそれは1年か2年だけなのかっていうのはちょっと私もよくわかんないんですが、まだ調べてないんですが、その申請にいくらかかると思いますかもうこれも本当びっくりなんですよ。なんと、1年、1年からまあ理由、なんか理由が、理由次第で1年か2年かってちょっとなんかその辺も、 ね、読んだんですけど、いまいち意味がわからなかったんですが、まあ、とりあえず図は1年は大丈夫らしいんですよ。で、その申請料がですね、なんと600いくら。本当高くないですかたかが1年キープするだけで、たかが1年って言ったらもうあ,あれですけれど、ね、1年キープするだけで600いくら。で、もしまたさらに、その申請がまたもう1年できるってなったら、また申請して、また、 600いくら払うのかなと思って。まあでも、もう戻ってこないと思ったらね、もう、その次の申請はしないと思うんですが、グリーンカードを破棄、グリーンカードをもうね、捨てる覚悟でもう日本移住ってことですよね。まあでも、万が一なんかあって日本、アメリカに戻ってきて生活する。まあそれはないと思います。多分ないと思います。もう、今回のでね。いやでもそこがちょっと本当にね、このビザ関係の あれで、ちょっと悩むところですよね。先はどうなるかわからないっていうね、やっぱり、人生計画した通りにいかないじゃないですか。本当に今までもそうでしたし、だってまさか私がね、あの、こう、日本からアメリカに来るときにねあ、ラスベガスに来るとは思っていなかったし、<laughs> ラスベガスからこれ今、日本に帰るということもね、もう想像もしてなかったんですよ。そういうことが、 想像してないことが今現実になってるわけですから、やっぱりね。理想と現実はこう、本当にかけ離れていますよね。はい。かけ離れすぎているんですが、まあ、これをね、現実を見つめて生きていかなきゃいけないっていうところなんで、この現実問題に目を向けていかなきゃいけないんですよね。理想の、そう、理想の、 ね結婚した時の理想の結婚層とはえらいかけ離れちゃった人生ですが、まあこれは、まあまあ、これはこれでとってもね、楽しくやってると思います。はい、やっていくしかないんですが、話はそれましたが、はい。なんで、日本移住に向けて、これから一年、あ、そう言わすれましたが、まあ一応目標は来年の春ということで、春に移住予定なんですね。 まあ、あと1年あるのでそれまでに少しずつ調べたり準備をしたりいろいろやっていきたいと思っております。はい。で、あとなんですけどね、あとね、やっぱね、荷物のことをね、考えますとまたこれね、頭痛いんですよ。この荷物、いや、荷物、<laughs> 荷物って言っても私たちに対してね、あのー、の家具とかは、 もうほとんどもらい物だったり、まあ、ベッドとねあの最近リク,ライリクライナー買っちゃったんですがまあリクライナーもそんなね高級なあのいいもんじゃないから全然いいんですがベッドもまあベッドはね10年も使いましたしねまだまだこれ使えますけど結構ねしっかりしたベッドをいいの買ったんですよまあでもこういうのもね全部まあもちろん持っていきませんし えー、家具はね、まあ、あの、リサイクルとかなんかにしてとかね。だからどう、み、皆さんやっぱアメリカから日本に荷物を持っていくの、なんか黒猫を使ってるっていう方がなんか多かったんですね。黒猫にお願いするほど果たして私たちは荷物あるのだろうかっていうのもね、ちょっとか、考えたんですよ。えー、日本からアメリカに来るときは私たちスーツケース2個ずつで、 2個ずつでで日本からアメリカへ移住してきたんですよねだからアメリカから日本に行くのも実はスーツケースだけで帰れるんじゃないかっていうねどうせね古い服とかもうね使わないもの捨てる、まあ、リサイクルするとかやって本当に必要なものだけっつったらスーツケース2個ぐらいしかないんじゃないかっていうことをね考えちゃったりしているんで、まあ、できればもう本当ね黒猫とか使わないでもう スーツケースだけで日本に帰りたいっていう感じでしょうか。こんな感じで、本当に毎回ね、私のトークは話があっちゃこっちゃ言っちゃって、ちょっとね、あの、聞いてる方にはもう聞きづらいかもしれませんが、すいません。はい、こんな感じで本日の動画は終わりたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。ではまたの動画でお会いしましょう。じゃあねー。